はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、皆さんにあの頃の遊戯王もね思い出してもらおうと思いまして、本日はですね、先週行いました昔のカードだけで遊ぼう大会というこちらのね、ハイライトをちょっとご覧いただければなと思います。これどういうルールかっていうと、遊戯王っていうのは発売時期によって第1期とか第2期とか第3期とかって分かれてるんですけども、第1期から第3期までのカードしか使ってはいけないというルールでやった大会でございます。要するにですね、本当に昔のカード、1999年から、だいたい2004年ぐらいまでの、およそ5年間ぐらいの本当に土初期の土初期のカードしか使っちゃいけないっていうルールでやった大会でございます。めちゃくちゃ懐かしいカードいっぱい出てくると思いますんで、ぜひね、遊戯王っていうゲームをね楽しんでいただければなと思いますんで、早速ご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。四つ星テントウムシとか昔そうよく使って、あれ自分もぶっぱしちゃうからな、難しいんだよね四つ星テントウムシ使って僕は。誰だ、カーリー、なぎさ、メガネなぎさ、何でっけお前、ほんとかわいいなやかましいわやかましいわこのクソみてえなスキル大体こいつ使ってくんだよな、何なんだよこいつ。はい、ありがとうございました。リッチーさえ召喚できれば、おじいさんありがとう、強かったけどもおじいさんもできるスピリットドラゴンだこのカードが戦闘からバトルステップ中っていうだから、ドラゴン族モンスター1体を墓地に捨てて、このカードの攻撃終了がバトルフェンス終了時に強いアップする、強い墓守だ、多分これ墓守だろ、これ絶対墓守だろ、これ絶対墓守だろこいつ最強そうだな。バトルステップに手札からドラゴン族を捨てると、バトルフェーズ終了時まで打点が1000アップすると、はいはい、やばい急にやばすぎる、ムーブ始まった、これは無理だって、これはやばい、なんで大豆入ってんだよ、やべえわこれ、いやこれは犯罪、出た犯罪ムーブ、モンスターの効果を無効にし、トラップカードの効果も無効にするとかいう劇的にやべえムーブ、これが03環境最強ハイパーサイコショッカーバオビト甘けんいやこれもおしまいだろ、これ返せんだろ、これこの盤面最強カード揃ったこれ無理だろこれ勝てんだろ、地割れないと無理だぞ、地割れ引いてこい、地割れチートで草罪ですね罪の早くね、罪の早いだろお前、ほんとかよ、このスキルもイライラすんな、このスキルもイライラすんな、お前ディスティニーゼローでもねえくせに最強ムーブ決めてんじゃねえぞって、ジャーギが顔隠れて卑猥に見えるぞ、あ、ほんとだごめんね、やばい強いって、この人造人間サイコショッカーバオービート強すぎるわこれ、やばお前ほんとかわいいやば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 いエンドオブアンピスの来たなんて強いんだあんなの無理だよ、あれ勝てないよね絶対ね、こいつ絶対来るんだけど、こいつ絶対来るこいつ絶対来る説、ゴブトツは絶対抜けるだろ、あのモンスター相手のモンスター、おこういいだろ、エンドいいだろ、俺のターン、ドロー最強だぜ抹殺の使徒発動、お前のセットモンスターは除去させてもらうキラートマトでリクルートしたかったようだな、そんなことはさせないぜ、ブラッドボルスかなこれ、どっちだろうな、難しいな、暴虐弾あるからゴブトツでもいい説は結構あんだけど、まあ一応取っとくか、ブラッドボルスを召喚、なんかチェーンがあるぜ、俺はカードを1枚セット、カードを1枚セット、バトル、ブラッドボルスの攻撃、キラートマト潰してやったぜ、最強だぜ、よしダイレクトは食らってもらう、そしてターンを振動するぜ、さあその伏せカードは何だ、よし大丈夫だ、あの伏せカードは何でもない、ブラフだゴブトツ最強か、セットいいだろう、行くぞ、何
出たニュートだ、来たニュート、エンドフェイズいいだろう。あー難しいなー、まあ、でも砂陣は打った方がいいね、まあ、今伏せたやつだね。砂陣の大竜巻を発動、お前の伏せカードは割らせてもらうぜ、安全にな。うわ砂陣で砂陣割った、意味ねえやつだ。まあでもまあ言うてか、俺のターンドロー、よし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 、いけゴブリン突撃部隊を攻撃表示で召喚カードを1枚セット、バトル行け、ゴブリン突撃部隊の攻撃、モンスターで攻撃だよし、あっやりやがる、まあ押し入するしかねえぜ。金額のミラーウォールか、ここ破壊するべきだったか今。まあでも一日交換できたらまあいいだろう、言うてこっちのぐらい2枚の癖は強いはずだおそらくな。さあ銀幕は維持しない、残りライフは100になるからな。おっとさあ撲滅の人によって俺の伏せカードを破壊されてしまったな、しょうがない、そのぐらいはいいだろ、許してやる。さあどうする、さあドレインシールドが破壊されて、相手は今俺のデッキをカンニングしているぜ。ターンを稼いだと思えばよく、まあそうだね、サジン交換はよくありますからね、遊戯王ではね。いやーここだったか、今結果論だけどここだったね、結果論ここ割っといたらめっちゃ強かったね今ね、ゴブタツの攻撃取ったら。ニュートめっちゃ強いじゃん、戦機や。こいつしかもあれだよね。アイテムデッキは、道を見とくか。ああ、なるほどな。ちょ、わかんねえんだよな。アイテムデッキわかんねえわ。見たところで。だからなんだかんはある。手にした斧は血に塗られている。こいつは、やだよね。破壊、モンスターとの戦闘で破壊された場合、攻守が500ダウンする。これ強いな、普通に。さあ、どうする？攻撃してくるかい？まあ、攻撃してくるわけないか、でも、これ。攻撃してくるわけはない。あ、まあそうだよ、俺のターン。さあバーサークゴリラを引け、ドロー、カードを引くぜ、まあ結構強い、そこそこ強い、カードを1枚セット、ターンを終了するぜ。出た、この1900のお見合いが始まったぜ、1900お見合いビート。これで次のターン反転したら打点が下がって、あーなるほどね、セットカード、はいはい、バトル OK、 いいだろう。ほう、これは戦闘で破壊されたのか、ってことは万能地雷グレイムヤの効果を発動したらお前はどっか行くな。そして俺は執念深きローマ術師をリバースして勝ちだぜ。ドロー、行くぜ、執念深きローマ術師をリバース、そしてリバースに成功した場合相手のモンスターは破壊させてもらう。しゃあしゃあしゃあ、いけ、450でダイレクトアタック。おっと何もないようですね、ブラッドボルスダイレクトアタック、よしよし、亀は執念深きローマ術師の効果で破壊された場合リクルートはできない、リクルーター2体とも潰してやったぜ。覚えておきましょう、この時代も癖カードがたくさんあると攻撃たまらやすかった。そうなんか攻撃できなかったんだよね、1枚癖カードだけでもう攻撃できないみたいなことあったよね、裏目踏んだらすぐ負けるみたいな。モンスターを攻撃表示で召喚、さあブラッドボルスを召喚雑に強いぜ、これが最強、これが最強ムーブ。裏趣味は基本的に殴ってった方がいい、一組虫とかだった場合は裏目踏んじゃうから、これは基本的に殴ってった方がいいんだけど、基本的には反応によるよね。さあ死者へのタムケ、あこれも強いね、タムケでこれ多分ね一組虫とか読みかな、一応あ捨てるんだ、バンペいいのかな、それはやってもこれウィッチがあったら裏目、あー強いね、これは読みが、まあまあでも一応2枚使ってるんで。さあ1900でダイレクトアタックでディスティニードローもケアできるぜ、ミラーフォースはよ、確かに落とし穴全然活躍しねえ、落とし穴来ねえ、カードを引くぜ、さあカードを引くぜ、シンプルにパワーでゴリ押し、これが一番強いです基本的には。これは馬王が必需品、まあ、馬王もね1枚捨てるからどうなんだろうねっていう話はあるよ、結構トラップカード踏むしね、ショッカー以外は。さあブレイカーを召喚、魔導戦士ブレイカーの効果発動、そしてうおまあダメしてねえけどそれ発動すんの。さあバトルフェイズ、さあメタルか魔法反射装甲ブレイカー強いけど、いやでもこれ言うてこれが回答札だった場合は全然、セイントマジション、
マニアンだ。あー強い。さあ死者への手向けを回収するぜ。これ地割れだったら強かったんですけどね。ここ手向けだから1枚反応切るんで、デーモンの召喚。ハハハハハ、わっ切れたのに来たぞ。デーモンの召喚の攻撃、魔光雷。素晴らしい素晴らしい、デーモンの召喚最強だ。